今日18時に上がったお嬢とのねコラボ動画、そうなのよ、皆さんたくさん見ていただいたようでありがとうございました。なんかお話いただいたのは結構っていうほど前でもないけれども、エキシビジョンよりはちょっと前やったかな。楓さんも一緒にしませんかっていうのをなんかお誘いいただいて、なんかねまさかお誘いいただけるって思ってなかったから びっくりしたけど多分なんか私がなんか一緒に監督にイラスト描きませんかって言ったのと同じぐらい、ご本人ももしかしたら どうなんだろう緊張したのかな、ちょっとあんまりねそこら辺は突っ込まなかったけれどもね。あ、だからそう、なんかその文面上でねやり取りは したのよ。そのイラストどうするかとか、どっちがどの顔描くかとか、なんかそういうのはやり取りしてたんだけど、ちゃんとその通話をしてポロロンピンポンピンポンって言って、なんかそのお話をお互いの声を交わし合ったのは初めてだったから、ちょっとなんかやっぱ電話っていうか通話かかってきた瞬間は緊張したねでももちろん誰とでも初めての通話って緊張するけど、パンパンパンポンって来た時にもしもしみたいな言われて、あ、サロメさん、お嬢本物やみたいなね、なんかねお本物やってなったね、うん。でもなんかその段取りとかもご自身で考えてくださって、ゲームの案とかもご自身で考えてくださって、だから最初その野球にちなんだことしたいなみたいなことをねおっしゃられてたんだけど、まさかあのトイベースボールだとは思わなくてなんかパワープロをねなんかその一緒にやるとかなんかそういうのじゃなくてね、まさかのトイベースボールやって、まあなんかお嬢らしいなと思ったけどね。実際撮影したのもあの1試合だけあって、なんか通話したのも本当にあの1戦分ぐらいだったんよ、あの撮影した時間だけだったんよ。だからねその特にこう踏み込んだお話とかはあんまりはしてないんだけれどもね、うん、お嬢ほぼノーカットだなあれ。まさかねそのご本人が編集してくださるとは思ってなかったから、なんかねその二次三次の運営さんとかにもね編集できる方がいるから、なんかそっちの方々にこうご依頼するのかなと思ってたら、まさかご本人がさめちゃくちゃご丁寧に見やすくテンポよくねサクサクとこう動画を作ってくださってて、びっくりしたっていうか、ありがてーってなったね。近日中にあげますねみたいなことはおっしゃられてたんですけれどもね、いやありがたかったな、なんか本当にいいご縁だったね二次三次甲子園は。なんかドキドキしてたんよ、この動画いつ出るのかなみたいなのはぶっちゃけね、あと受け入れてもらえるのかなとかレオスの声大丈夫かなとか、なんかちょっとドキドキはしてたんですけど、お嬢本当に頑張ったと思うよなんかすごく人事にはなっちゃうけれどもね人事に聞こえるかもしれないけれども、本当に編集って大変だから